謝大感謝。あやみんです。やしもんです。イエーイ。はい、ということで、チャンネルの紹介をお願いします。このチャンネルではアラサー3人組がアニメや特撮の感想を独自の視点で語っていきます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日も機動戦士ガンダムを見ていきたいと思います。今日はエピソード23、マチルダ救出作戦です。はい、おー、マチルダさんが出てくるのか。いやね、久々に、ね、久々に、まあ、前回大ピンチになってますからね。そうだよね。あ、22はね、抜かれてもう不時着、ね、不時着しちゃったの、うん、あれさ、そう思ったけど前回言ってないけどさ、とどめ刺すまで見届けないんだって思って。あ、あ、確かに発煙筒で誰かが、ね、そうだよね、気化してこう、うん、もうダメになった感を出しとったけど、うんうん、なんか、うん、刺しちゃいそうなのね、うん、まあ、でもあれかも、でも新型事件さ、中調査しないでガッツリボッコボコにするかと思った。なんか、うん、あのシャアとかさ言ってたじゃん、うん、だってあのなんか持って帰りたいみたいな、岩陰からさやってた。兵を引き連れて、うん、持って帰れる装備を備えてからじゃないと難しいんじゃないかな、してみたいな、とりあえず動けなくしましたみたいな感じだった。急いであの場を撤退せんとやばいってことだよね。そうまた来るってことですね。ということでやばい状況ですけれども、まあ、タイトルがね、マチルダ救出作戦っていうのはマチルダさんが来てくれるのかな、救いに来てくれるのかな。ここでさらにマチルダさんまで助けに行けん状況とかになったらもうやばいやばい。どうなっちゃうの、ね、どうなっちゃうの、どうなっちゃうの、どうなっちゃうの。でもしかしたらアムロが愛の力で、愛の力なんかもうホワイトベースも助けとか、マチルダさんもそうするかもね。まあわかりませんね、ちょっと見てみたいと思います。ということで先生ではお願いします、はい、それではいきます。せーの、はい、いいですね。いいですね、もう使ってほしい。確かに何がっていうの。起き上がれるのか、うん、お、マチルダさんってのさ、このつるんとしたアイドルいや、ちょっと思ったけどなんか思ったとちょっと違ったね。ずっと帽子かぶっといてほしいよ。うん、ちょっと結構しんどい。なんかさ、前回さ、連邦軍のなんかあれが出てるぞって言ってたよね、スパイっぽいね。なんかもう、ね、こいつおった、なんかいた、あ、いた、うわ、待って待って待って、やばい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 、立ってみた、立ってる人いた、やばそう。ほら、うわー、いたー、うわー、ほんまや、やばい、すごい、スパイじゃん、ほんまや。こいつとはならんのよ、みんな。でもしてずっとおるんじゃない、うん、あ、ずっといるのか、うん、だってそこそこのあれっぽくない。うわー、最悪や、全部バレとるじゃん、じゃあ、うん、ただ漏れやね、ただ漏れ。今から補給が行きますっていうのもバレとるってことよね。うーん、うわー、え、マチルダさん、マチルダさん、まさかのそっちかい。やっぱ助けてもらうんじゃない。アムロがもう一人と一人行くでしょ、いつもより。一応こっちがボスってことになってるから、ま
でもソウビさん、なんかあれだね、イラッとせんタイプなのかな。おぉやるやるすごい。何やらせてもすごいな、ね。あっちはね、走りよるけん結構きついよね。走りよるけんな。向こうはこうやって押しづらい。ちょっときつい。あれが出るんか知らんけど。ね、あ結構ひどくなっている。そっか、モニターで見れるの。変身シーンね。泳ぎ今ね。泳ぎ今。あキラーンってなった。キラーンってなったよ。本当だ。ちょっとあれだね。意識してる、ね。同じものあるね。うん、まだ読んでる。読んでるわけじゃない。怖いなんか顔。怖い。なんか悪くならないです。ああ。それほどね。ちょっと、うん、ねえ。画面が怖い。画面が怖い。ああ。何？なんか来たね。来た来た。それもハヤト君が運転手。やばくない？あ、足元でね。これで空中戦来るの。あ、すごい。いや、ヘアト君がすごいよ。確かにね。すぐできるのが半端ないね。こんなもん分かるんじゃん。選べばいいか分かる。優しい。泣いちゃうこんなことやったら。ねえ、いや泣いちゃうよね。旅館でこうやってあるよね、こういうのね。もう回もデレデレになってたね。なってたしね。まあ、綺麗だろうね、なんかめちゃくちゃ綺麗だろう、ね、ちょっと前髪気になってオールバックやったな。ちょっと髪型がちょっと思ってたのが近すぎて、ね、つるんとしてめちゃくちゃ辛辣な発言出てます。もう一回リプレイで出してくれ、ね、ちょっと違ったね。ずっと帽子かぶっといてほしいよ。ずっと帽子かぶっといてほしいよ。ずっと帽子かぶっといてほしいよ。だってさ、イジリアさんはさ、あの感じだったじゃん。実はいう感じだと思うやん。なんかマスク外した方が良かったみたいな。ちょっとなんか鉄腕アトム感。アトムっぽい。確かに確かに。ツルンってなった。やっぱり戦闘に特化してる女性だから髪なんて邪魔みたいな。あのあれ宝塚男役みたいな感じ。ああ。だとしたらいい。あ、じゃあかっこいいね。素敵だけ。素敵。素敵。素敵。あのさ、全出しして綺麗な人ってめっちゃ綺麗な人思うよね。確かに。なんかアンさん放棄してし。そうそう。食べても大丈夫。そうそうそう。丸出しにして。丸出しでも OK な人。そうやね。天海祐希とかにやった。ああいいね。あ、確かに似合う。あれ最初の方ちょっと衝撃のあのあれスパイスパイ。スパイ。ああね。あれ気づけなかった。あれどういうことなんだろうと思ったけど。いやもう全部バレとるやなって。いや本当ね。これどこでどうやって気づくかね、この文豪。いや確かにね。でもさ、なんかそのマチルダさんもさ、なんかごく少数しか知らんはずなのにみたいな、敵が来た時になんでバレてるんだろうみたいな。ビビったよ。だってなんか。
歩いた。いや、ジオンの側では結構さ、顔色悪かったのにさ、うん、なんかあんな顔色まで調整しちゃってさ。あ、そう、未来さんね。いや、なんか、あのモニタリングで。ねえ、モニタリングで。てかさ、喋れるんだったら言ってあげればよかったね。そう、うん、ね、説明書を読んでられちゃないの。難しいところがあるじゃん。多分そのさ、うん、任せちゃって。あ、ね、考えさせてもらえない。結局何でもかんでも言ってしまうと何の意味があるんだみたいな。なるほどね、分かんないけど、考えてやらせないとなみたいな。あ、そうだって、ミレイさんがさ、こんな時司令官はどんなことをしたらいいだろうって言った時のセイラさんの冷たい眼差し、怖かった。最初さ、ね、すっごい怖くてさ、めちゃくちゃギスるやんって思ったけど、なんかもうなんかこんな感じで無言でさ、なんか、見かねたあの上の人たちがこういう時はとかって、安心できますよ、最後にセイラさんがさ、なんか あんだけ冷たい感じで見てたけど、ね、よくやったよみたいなのは、泣いちゃうみたいな。泣いちゃう。私最近泣き上手みたいな。思った。もう吉本さんが泣くのはデフォルトですみたいな書いてある。あ、嘘。いや、そうするね。涙腺がもうね、弱いわなってるからさ。確かにね、すごいこう緊張状態でね、ねぎらいの言葉を言われた。とりあえず良かったってなる。あのレギル将軍に会えて言われたより、あのセイラさんにこうやってポムってされる方が、なんか、ポム。ポムって。こうやってセイラさんの手がね、ドラえもんの手がポムっていう、かわいい、かわいい擬音だけど、なんかポムってされたらもう。ソンとかじゃないよね。ソンとかじゃない。違うアニメ入ってもいそうや。ミレイさんがいいよね。なんか素直というか、ギャンギャンみんなに、いや、そうじゃない、うん、そうじゃないとか言われても、ちゃんと、うん、あ、そうだわね、みたいな感じでやるところが私と違うなと。なんか、偉いなって。なんでならないんだよ。そうそう。もうみんな、私だって一生懸命やってるって言わない。大混乱、大混乱、もうみんな。ごめんとか言われる。ミレイさんも、あ、もうこいつダメだとか、そんなになってたら、もう、困るじゃん。そうなんだ、クールみんな。そうそうそう。いや、あの、ガンダムの新しい、うん、ああ、そうだね、全然要素がいっぱいあるよ ね、 ね、まあ、その前ね、マチルドさんのもまあありますけど、一応メインは多分きっとあれだから、そうだね、そうだね。いや、でもすごかったよ、かっこよかった、普通に、うん、向こうがさ、ちょっといや、大丈夫かっこよかったね、すごいかっこよかった、終わりそこに対しての武器に対してのうちののさ、なんかあれがひどすぎるみたいな。人間模様めっちゃ語れるのさ、目から出るので急に黒かったよね。あ、かっこよかったみたいな。いやいやいや、あのあれちょっと思ったよ、コンサートのやつ。そうそう、コンサートのやつね。でも結局さ、連携がめっちゃ大切じゃん、別の人がやっとるわけでけんさ、うん、そうよね。だけどあそこ狙いたいのに登場の人がアホだったら全然違うから、ね、それがさ、やっぱさ、着いたばっかりなのに隼人くんもすごいよね、もう乗ってる、うん、はい、行けます。関係、はい、だいたい分かります。あ、一緒ですね。じゃあ、からのね、タタ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 タから記憶入れるし、大丈夫大丈夫、うん、新しい記憶入れる、うん、ということで、もう見えの怖いんだよね。23巻の、うん、マチルダ救出作戦、うん、はい、まさかの本当にマチルダさんを救出お話でしたね、現代状況でね、うん、っていうお話でした、うん、また次回もね、楽しみに見ていきたいと思います。はい、はい、ということで、今回の動画が良かったと思う方は高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。そして皆さん、チャンネル登録をね、今7000人まで来ましたね。7200ぐらいまで来てるね。あの、年内の目標が1万人に到達したいということなので、うん、あの、もしよかったら皆さん、あの、各種 SNS とかでね、うんうん、なんか周りにガンダムのファンの方いらっしゃいましたら、うんうんうん、こんな子たちがいるよみたいな感じで、うん、とっても面白いよって言ってちょっとなんか
変なの入れよう。それで、そう、あの、もしよかったらツイートとか、インスタグラムとか、TikTok とかで拡散してもらえると嬉しいです。皆さん、1万人達成までご協力よろしくお願いします。はい、そして、いつも皆さん、たくさんのコメント、本当にありがとうございます。今回の動画にもですね、また私たち武士が出てますのであの感想とかご意見をねぜひコメント欄にたくさんたくさん書いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして MOM 団の SNS があります。 X（Twitter）があります。こちらはですね、あの撮影の裏側だったりとか、あとはあの臨時のお知らせとかはね、よくこちらに出してますので、よかったらこちらもチェックしてみてください。そして、団員の個人のツイッターもありますので、こちらはね、みんなのプライベートが見れたりしますので、よかったら見てみてください。はい、ということで、バイバーイ。さ、うん、最初の方のこと思い出したらさ、うん、お父さん生きたのかな。ガンガンアムロのね。確かに。あの水道入り口みたいなところピョーって出てたね。どうなったんだお父さん。確かに急に思い出したんだ。お父さん今思い出した。確かに行方知らず。じゃあもうあれお亡くなりになっちゃった。お亡くなりになった感じはってことじゃないかな。いやでもどっかでワンちゃんさ。ジオンに連れて行かれとったりせんかね。あ、ありそうありそう。最後なんかもうあの、うん、なんだろう、脳みそにいろんな気持ちをつながらお父さんと行こうって子供と一緒にお父さんみたいなお父さんみたいな、まさかお父さんそのまま見かみたいな、なるほどね、出てきてるのね。あ、そっちが改造されちゃってみたいな、改造うちお父さんがなんかあのホルマリン漬けみたいにこうよーってなってきて、なんかすごい、そういうのもあるよね。まあ、ね、違うアニメじゃないか、なんかそれ違うやつ。なんかもう見すぎてありそうやけど、うちらがおかしくなって、裏切りみたいになっちゃってさ。なんかお父さんがさ、いやなんだ、なんか誰かわからんけどつけられとるシーンとかさ、そうなんかあとちらちらちらっと、ね、足元とか足元とかってなってるんです。我が軍には最強の武器があるからな、つってなんかボーボーみたいな。あ、なんだろうこれ。したら最後、まあ、まだ目覚めはまだね。目覚めはまだがまだだけどなみたいなってあるよ。アムロ君こちらと戦ってもらおうか。お父さんなんかお父さんすごい管ついたよ。お父さんうわってなって人間じゃないみたいななってる。アムロ逃げる。違うからね。ザビ家お父さんが中盤でボロサイ大戦かね。ありそう。でもザビ家はボロボロになりそう。なんか兄弟同士で殺し合ったりとかせんかね。それもありそう。お父さんはそのなんか花園でこうやってガルマの写真ところにバーンなるじゃん。はいはいはい。暗殺される。はいはいはい。割れた写真撮る。ありそう。お父さんみたいな。岸屋さんがなんか連絡来て、な、何？お父さんがって言って。それをきっかけにあるだろう、多分争い始まる。はい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 。王ね。次誰が王争いね。あ、ありそう。でそこにつけ入る者ね。ああるね。絶対あるね。絶対あるよね。絶対ある。勝手にお父さん殺したけど今。勝手に殺されました。死んだ後の描写まで。ガルマの写真とお父さんみたいな。誰のね、もうね、あるよね。水道、まあ、あるよね。廊下は今関係なんてね。そうかよ。あるよね、綺麗なとこやろ、めっちゃ。誰にも邪魔されない場所なんだ、みたいな場所やろ、多分。庭園の中のね。背後誰かスーッて来てね。やられるまで。さってなるからね。たくさん崩れ落ちたと。まあ、これずっとクリア。やばい。何回も何回も。抜け出せ、この空間。抜け出せ、この空間から。この空間から。同じところで。同じこと繰り返してるみたいな。やばい、終わんない、終わんない。終わんない。やばい、やばい。チャンネル登録タイムです。